董卓をぶちのめした後、まあいろいろあって兄者徐州を治めることになったんだが、そこに呂布の野郎が転がり込んできやがった。野郎居候の身で兄者を弟呼ばわりした上、あろうことか俺が守っていた可否城を奪いやがった。恩は仇で返しやがって。俺たちは曹操と組み可否へと出陣することになった。ああむしゃくしゃする。この戦は思いっきり暴れてやるぜ。よく解け。獣のごとき呂布につけいられ可否を失ったのは私の不明でもある。この戦で呂布を討ち屈辱を晴らそうぞ。可否の城内へと攻め入るには西門か南門のいずれかを攻め破る必要があろう。しかし城の周りには拠点が点在し守りは堅牢だ。曹操の軍師が奇策を案じているようだ。まずは正攻法で敵の力を削ぎその策の指示を待つのがいいだろう。では行こうよくとく。この可否がお前の墓場殿だろう。加工殿殿、加工園殿は可否西門へ、劉備殿は南門へ進軍してくだされ。報告、炎術軍がこちらに向かっています。炎術と呂布が協議すると攻略を急げ。勝たせたい。こりゃ一旦引いとくか。このままでは炎術軍が到着してしまう。水門を決壊させ水攻めをいたしましょう。水門を破壊されてはならん。補強しろ。
彼らの攻めの構え、それは全部これより敵陣に奇襲をかける。拠点と手甘く見るな。邪魔だていたすと容赦せぬ。この力さらに輝かせてみよう。一気に打ち破る。生きて汚名を注がん。敵将撃ち取った。敵をちょっくら脅かしてやっか。知ってる、この勇気を認めよう。なるまい。敵将撃ち取った。川の水が城内に。みんな高いところへ。溺れちまうぞ。城は落ちたも同然よ。全員指名。これまでか。
曹操殿に下るもよかろう。よっさん、もう終わりだ。俺は抜けるぞ。負け戦に手を貸す気にはないか。この力をさらに輝かせてみよう。無駄な時代で敵将撃ち取った。詰めてやったぜ。気に入らねえんだよ、その面、戦、何もかもが。ふん、イノシシと思ったら犬か。やかましく泣き騒ぐわ。うるせえ、この俺様がぶっ飛ばしてやら。うわっ、勝つ日もあれば負ける日もある。敵将撃ち取った。死ぬわけにはいかん。観念されよ呂布殿、貴公の部が泣くぞ。敗将にも矜持あり、最後まで凛とあられよ。鬼神呂布、安らかに眠れ。希代の王位を相手とする厳しい戦ではあったが、我らの治癒がそれを上回った。呂布亡き後、乱世は収束するのか。いな、時代のうねりはもはや誰にも止められぬ。こたび以上の戦いがこれからも続くであろうな。Oh, my God.